はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15エピソードアーデン続きやっていきます。やっとこさ、お金をギリギリのところまで貯めて、この9万9000円のパーティーハット購入した。それと今になって気づいたんだけど、よくよく考えてみれば、このオートから出た世界の通貨はギルだったけど、オートに限ってはなぜか通貨が円っていうね。なんで円なんだろう。で、この帽子の能力は、力がダウンする代わりに魔力、精神、MP がアップ。まあ、力がダウンっていうのはどうだろうな。帝国じゃないや。親衛隊たちは基本的に市街化で決殺だから別にいいかなっていう。この装備でやっていこう。さあ、こっちを破壊と行くぞ。どう？まだ一個壊しただけだが、先にこっち壊しちゃおう。あ、もう一人。うわ、さらに一人。あっ、ちょっと4体か、全部で。ここは物騒音の迷惑により守られし場所、現す者は排除する。で、これはね、 AP を解放したことによって使えるようになった武器なんだけど、ちょっとここでは適してないな。ちょっときついな、これ。だだだ、よし、全員ウィークになったところをこれだ。まあ、おー、ぼやけてる。やっぱりアーデン強えわ。おおおおお、とどめはこれで刺さないとダメなのか。一体ならこれ使ってみたい。あー、見にくい。ダメだこれ。めちゃくちゃ見にくい。がっかりさせないでくれよ。全然当たってない。チャンス。なんか続々と増えてるようなガーディアン。よし、オッケー。とはもう反対側だ。あとは、あ、帽子ショップあるんだ。今金欠、超絶金欠だけど、先にアイテム集めちゃうか。あれ、というか剣が消えない。あ、状態異常なのか。そのうち消えてくれるかな。さて、 AP 溜まったからね、このめちゃめちゃ良さそうなこのアクティベーション、ブンドル、市街化して敵を倒したら確実にアイテムをドロップさせるっていうのを取得。これめっちゃ良さそう。なんかまだあの高額な帽子とか出てきそうだからね。で、おまけに大体敵倒すとき市街化だから、これで換金アイテムがたくさん手に入るなら美味しい。で、ちょっと多分ね、さっきのバグでね、ショップも何も触れなかったから、ちょっと見に行ってみよう。この帽子ショップは何が売ってるかな。56,000円。ほう、買うことに意味があるかどうかはわからないが、全部買っちゃう。
だがちょっと待って、金が足りない。この辺売りまくっても金が足りない。しゃあない。次のこれ増幅装置、最後の増幅装置破壊に行こう。ロイヤルエディションもやったけど、城の真ん前ってこんな形状だったかな。それとも32年前だからやっぱりちょっとなんだろう、構造が違うとかってのはあるのかな。ここだ。これ修理が大変そうだ。さあこれだ。痛いぞ。お、ここは追加のガーディアンが来ないか。もう一個。おしまい。今度はこいつら3体が危ない。あー危ない。こいつを食らえ。いやダメだ、体力回復先だ。同時にウィーク。ファントムライズが使えなかった。なんだ今の。勝手。リフリート。よし。ちょっとあいつのウィーク状態のあいつに。こうだ。体力やばい、回復しないと。これで回復できるの美味しいな。よし、危ない。これでよし。これで全地区の増幅装置を破壊。結構アイテムがある。ちゃんと死ねるんだ、羨ましい。全ての増幅装置が破壊され、本体が侵入を開始した。私も行く、私も行こう。いや、もう安全な場所で避難した。ルシスの未来を守るのが王の務めだ。最後の最後まで戦う。分かった。全てはルシスの未来のために。もう少しだったね。まあその前に遅いね。収集すべきものは壊れちゃった。収集すべきものは収集だ。さて一通りアイテムも集めて、マップ上にある残り集めるべきアイテムはね、ここちょっとすぐ近くにクエストがあるから近づかないようにしたんだけど、こっちの帽子は何が売ってる？とんがり帽子。あれさっきと売ってるもの同じだったかな。とりあえずお金が貯まったからとんがり購入。ちょっと他のショップで買いこぼしがないかもう確認するか。とんがり、おーい、とんがりの方がいいな。え、パーティーハットなんで9万円もしたんだ。あれもうほとんど10万円だけど。うん、帽子はこれで全部みたい。よし。なんだけど、あと AP が3ぐらいあると、アクティベーション全開放できるから、
どっか適当なやつを。これ修理が大変そうだ。倒したい。近くに親衛隊はいないか。おった。いよいよちょっとこれでアイテム出てくるの美味しいな。親衛隊の証が大体出てくる。俺を捕らえるんじゃなかったな。よいしょのよいしょ。さてこれでイフリートの技を全開放だ。これでよし。死ねるんだ。羨ましい。さあ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 、レーギースと会えるか。また親衛隊だ。城壁の外側に帝国の兵多数確認。やはり帝国が絡んでいる。第一主戦闘配置。帝国兵も来たか。さあ殺してみろよ。あと2人。おしまい。と1人。あ、増えてる。倒せば増えてんだと。あれ怖いの。ノリノリだアーデン。いよいしょっと。ファントムライズってのがね、いまいち発動条件がわからないな。遠慮しないで来いよ。まだ来るか。ちょっとイフリートのメテオストライク。がっかりさせないでくれよ。あ、強っ。神様の力はすごいね。本当だよ。どうした。イフリートにコンボが邪魔された。おしまい。優勝。踊れ。遅いね。まだ来るか。痛い痛い痛い。多いな。これちょっとイフリートにやらせたいな。痛い痛い痛い。ルシスの兵士ってのはそんなものか。ゲージを貯めて。あ、結構イフリートがやっちゃった。死骸が普通に強いからね。よし、まだ来る。イフリート出番よ。おい、半分は削ったな。あ、強い。あっという間だ。あら、まだ生きてる。こうだ。おーっと。
よし。準備はどうだ？問題ない。俺はちょっとやることがあるんだ。そっちは任せるよ。100万スコア突破で最後のアイテム収集しとこう。よし。セーブはまあいいでしょう。こんなでかい城を作ったんだ。高いところから見て支配者にでもやったつもり。さて、王様に呼んでもらおうかね、我が弟の魂。ここで何をしている？ああ、あんたが王様か。警備隊のものではなさそうだな。目的は何だ？やっと会えた。武器召喚。お前一体？王家のものならよく知ってるんじゃない？はっ、旗木ウムか。さあ、ルシスの血は今日で終わりだ。VS レギスだ。どっ強い。セランの血を引く者を少しは楽しませてくれよ。遅い遅い。なんという力だ。ゾクゾクするね。現役の王様と戦えるなんて。間違った。おしまい。よし、ファントムライズ。レギス全然体力減ない。危険すぎる。消し去らねば。やれるもんならやってみなよ。どうした？王様の力ってのはそんなもんなのか。王の力をなめるなよ。よっ。加減するぞ。で、現役のレギス強い強い。死ねえ。ウィークになりやすいけど。ここか。そこだ。やや。剣がまとってる。どのタイミングでイフリートを使おうかな。バックアタックをうまいこと決めて、ウィーク中にダメージを稼がないと。さあ、これで強制ウィークにさせて。こっちだ。やっ。あれ、だいぶ弱ってきたんじゃない？まだだ。やっ。必ず封印してやる。やっ。何も知らないわけだ。お前には無理だ。はっ。もらった。いけるか。よし。よっ。そこだ。終わりだ。なんかドーピング、あ、そう、ドーピングほとんど売っちゃったんだった。やっやっ。おい、よっ。はいよ。よっ。なんだ、効かん。何それ、プロテス。どうだ、どう、切れば溶けたか。これこれで行こうか。受け切れるか。あ、銃が効いてるな。ここか。離れて。このままでは負けない。銃強いけど相変わらず操作が難しい。さて、
バイが痛いぞ。まだここからだ。あ、もう少しだな。どう、痛い。もうちょい。どうだ、私が負けるわけには。倒しちゃった。どうした、まだ終わりじゃないぜ。第一魔法衝撃。なぜそれを。歴代の王の魂が宿ってるんだって。出してくれよ、その第一魔法衝撃ってやつ。話したいんだよ、初代の王様とさ。出てこい、ソメルス。早く来ないとこいつが死ぬぞ。あれ、死んじゃった。しまった。ちょっとやりすぎたか。さあ出てこい。兄上。でけえ。だな、弟よ。すべてはお前の仕業。俺を歴史から消し去り、アダギウムという化け物として封印した。最高だ。お前を直接殺せるなんてな。さあ、始めよう。ああ。おいね。大きな人形に入ってるなんて。卑怯者のお前らしい。なんという力。けがれし力でここまでとは。どこを向いてんのか見えない。俺の判断は正しかった。兄上はやはり化け物だ。笑えない冗談だ。化け物はお前だろ。怒りの炎今初めて使ったけど、よくわかんない技だった。遅いね。剣じゃ歯が立たないな。どこ見てる。どう、銃か。終わらせる。これは兄上が妬ましかったのかもしれない。神が与えたその力、人を救う力が。はあ、何を今さら。ハデンからしてみれば本当に今さらだよな。
と、あれはやばい気がする。守るためだった。世界のためなら犠牲はつきものだと。ああそうだ、俺たちは使命に従い長きにわたり人を守ってきた。そうか、今ではお前たちの方が神の使徒か。許されるはずもないが、すまないことをした。はあ？どこまで独りよがりなんだお前は。ふざけるな。もう安らかに眠ってくれ。なぜ邪魔をする？もう殺すのはお前の使命ではない。お前の使命は世界に闇を広めること。闇？ルシス、やがて真の王が生まれる。真の王は人々の希望となり闇を払う。お前はその権利を。真の王とは何だ？生贄とはどういう意味だ？真の王が覚醒した暁には歴代の王の力を結集し、お前を使命から解放するであろう。その時こそ王家の血筋は全て絶え、お前の復讐も完成する。それが定められし運命。
制主ではなく闇をもたらす者、その真の王とやらに殺されるためだけに生きているだと、それが神が与えた運命だというのか。いかにも運命に抗えば死ぬこともできず、永遠に闇の中で一人生き続けることを意味する。それでも運命に抗うか。何？ああ、抗う。そんな力をくれと頼んだ覚えはない。俺は神のクグスにはならん。愚かな人が神に逆らうか。人だと？違う、化け物さ。俺は俺の道を生きる。ちと闇にまみれようとも、つくづく哀れ。ならば己の運命と戦うがいい。うわあ！死にや幻に用はない。エイラ、もう十分だ。なんだ、刺されようと従う気はない。神々も歴代の王も全て真の王のために尽力するだろう。運命に抗うなど無駄なこと、全ては導かれている。人がそうと気づかぬだけだ。人は神の庇護のもとで生きる以外の道などない。邪魔をするなら再び立ちはだかるまで。俺は生きているのか、死んでいるのか、それとも俺は認めん。王家も神も真の王も俺は生きる。闇を広め、真の王を導き、殺す。そして全てを絶望という闇で塗りつぶしてやる。
残念なお知らせです。お前に座る資格はない。そこは王の椅子だ。残酷な運命から逃れることができなかったアーデンはルシス王家を根絶やしにすることで長きにわたる復讐の終止、あ、読ませてほしかった。なんだろう、今のは通常エンドだったことに間違いはないけど、アーデンが救われなさすぎるな。結局王を倒すことができなくて、32年前はで自分も死ぬことができなくて、最終的にはバハムートに王に殺されることがもう運命なんですよって突きつけられてしまうわけなんだからね。ある意味逃げ場が、一番逃げ場がないのはアーデンな気がするけど。でだ、もう一つエンドがあったからそれを確認しないといけない。セーブしてないの失敗だった。ちょっとそっちも見てみよう。あれ従ったらなんかまた別のエンディングが見れるパターンだと思うな。さて、じゃあ私は従います。もう片方の選択肢、マルチエンドみたいな感じか。闇を広め、真の王に殺されたとしても、それで王家の血筋が絶えるのなら、復讐となるのなら、従おう。人は運命に従い生きるもの、それは変えられない。己の使命を全うせよ。お前たちは知っていたのか、この俺が生贄だと。エイラ、なぜ答えない。答えろ、サメルス。答えてくれ。あれ？同じや。マルチエンドがあることを期待したけど、結局は運命なんだから従えやっていう感じなのか。まあ、あんまりマルチエンド作りすぎてもね、話ねじ曲げちゃうからあれだけど、もうね、どう考えてもね、ソムヌスが全ての元凶にしか見えないんだけど。で、しかもソムヌスもソムヌスで、なんだったの、あのプロローグのあのゲスさは。なんで全然、ね、最終的終盤で登場したソムヌスは全然、嫌みったらしさがないの。いや、あったのかもよくわからないけど、最終的には詫び始めるし、なんかもうよくわかんない、ソムヌスは。もしかしたら、なんだ、王に、
あの後しっかり王になって、で指輪をはめることにはなったと思うけど、その指輪のなんだ力で触発されて急に改心したのかもしれないし、そこはもうわからないけど。であともう一つ謎があるとすれば、レギスとの戦いがあったけど、あれ結局なんだ、じゃあ映画はどうなるんだろう。映画では年老いたレギスとアーデンがまた会ってるんだけど、あの時さも初対面のように顔を合わせてるから、そこの辻褄合わせが何もなかったから、ちょっとどう解釈すればいいのかわからないけど、まあ、バハムといわく運命だから、とにかく運命だから、もうしゃねえわ。はい、とまあ結局アーデンは報われないという内容でしかなかったけど、エピソードアーデン全部やりました。これで本当に FF15 ははい終わりです。終わりですって、なんか本当になんだろう、シリーズが終わるみたいな変な言い方になってるかもしんないから、なんかそれが嫌なんだけど、ただ4月に入ったら、あの開発中止になったあの他のルーナやらノクトやら、あとアラネアやらの小説が出るらしいんで、そこをまた読み解いていけば、また本編と全く違うエンディングが作り出されてるかもしれないけど、まあ、とりあえずファイナルファンタジー15全般の実況は今回で終わりとなります。はい、もう発売から2年半ぐらい経っちゃったけど、 FF15 は今回までで、はい、ご視聴ありがとうございました。